ケーストルハウカールと呼ばれるサメを使った保存食。この項目アイスランド料理では、アイスランドの食文化についての解説を行う。島国である上に、付近に潮境の存在するアイスランドは、豊かな海産資源に恵まれた国である。大陸とはやや離れた位置にあるため、古代ゲルマン人の伝統を、現代も色濃く残す国である。 厳しい自然環境と出実合見な民族性から、香辛料はほとんど使われず、調理法のレパートリーも、焼く、煮るといった程度で少ないものの、素材選びや、調理の手間を惜しまず新鮮で質の高い食材を、使うため、食卓は豊かで料理のレベルは高い。食事は礼儀正しく行われるべきとされ、暴食は好まれない。食材は豊富な魚介類と、 新鮮な羊肉が主で火山国ならではの地熱を利用した温室で野菜も育てられている。捕鯨文化を持つ国の一つで芸肉も食材として使い一貫して捕鯨の存続を主張している。このほか狩猟によって海鳥も食料としてきた。伝統的な肉や魚の保存法は主に燻製とシイラという発酵した保鯨につけることであった。海洋国で 香水も安定してありながらも北極圏に近く、冷涼であるため、多気木となる木が育ちにくく、生塩が難しかったためである。なお、この冷涼な気候を逆手にとって、燻製を作る際は、低い温度の煙で長期間いぶし続けて作る、冷いぶしの技法が広く用いられてきた。調理法は技法を凝らさず、質素だが非常に健康的で、アイスランドは世界有数の長寿国として名高い。 誇り高い島国というイメージがあるが、他国の食文化にも寛容で、1960年代からフランス料理やイタリア料理の手法も積極的に導入され、伝統料理との融合を果たしている。大量に吊るされた魚の干物、質の高い海産物が豊富で、アイスランド一国で世界の漁獲量の約2%を占める。タラや酒やニシン、おひょう、赤ザえビ、ウナギ。 手長エビ、ダンゴウオの魚卵、アンコウ、ガンギエイ、サメ、クジラなどマ埋虚に暇ない。最近ではあまり食べられないが、かつてはアザラシなど怪獣類も貴重なタンパク源だった。日本にカペリンを輸出しているが、アイスランドでは風味が落ちるとあまり食用にならない。日本への芸肉輸出は何度も計画され、日本側からの期待も高いが外圧によって、 なかなか進まない。魚類については、干物もよく作られ、塩だらは主要な輸出品の一つである。昔は叩いて柔らかくした魚の干物にバターや魚油を塗ってパンの代わりに食べることもあった。魚は刺身や叩き、マリネのようにして生殖することもある。生殖は食材の鮮度が高く、かつ魚の鑑定眼が確かだからこそできる料理である。 淡水魚ではイワナ、マス、コイやナマズなども食べるが、こちらは丸揚げにするなど慎重に加熱される。リブラルピールサという羊の内臓を使ったソーセージ。アイスランド人の人口より多いと言われる羊は、ほとんど肉用の品種である。ここで生産された羊肉は、国内で消費されること。羊は全身余すところなく利用し、羊の頭部を二つに割って焼いたスビズや、丸ごと煮込んだ。 スマウラホウバ、ゾウモツ料理などでも知られる。羊の塔料理は、目玉の部分が最も栄養価が高いとされている。馬肉は19世紀から20世紀初めにかけてよく、食べられたが、近年人気に、陰りが見えている。また、ジビエとしては、トナカイ、ライチョウ、ハイイロガン、小桜橋ガン、二シのメドリ、海ガラス、大橋海ガラスなども供される。そもそも二シのメドリが、 象徴的な存在に選ばれたのも狩猟に向くという理由が一つにあるためである。加工肉としてはバイキング由来の燻製のほか味の良いブラッドソーセージやレバーソーセージなども作られる。民間伝承ではとある妖精の好物で家主の注意をかいくぐって盗み出そうとすると言われた。このほか狩猟によって得られた海鳥の肉も燻製などにして食されてきた。 ねじった揚げ菓子、クレーヌール。野菜としては、北欧共通の株やルタバが、ルバーブ、キャベツやジャガイモなどのほか、温室栽培された、団地製の作物も最近は出回っている。ショットという海藻は、古くから食用にされており、干したものをそのままかじったり、バターをたっぷり添えて、魚の干物と食べたり、スープや粥、ブロズモールに加えて利用する。 地衣類の一種サトレリアアイランデカは特にアイスランド北部や東部でスープやカユ、パン、ソーセージに加えて毎日食べられた。20世紀前半にほとんど使用されなくなったものの近年再び関心を集めている。バイキングたちの発明したスキールというヨーグルトに似た乳製品は低脂肪高パクでカルシウムが豊富なことから長寿食としてもにわかに脚光を浴びている。 夏に搾乳した牛乳や、羊乳のほとんどが、スキールの製造に使われる。スキールを作った後に残ったホエーは、ミイサと呼ばれ、煮詰めて、ミイスをすくるという茶色く甘いチーズを作るほか、発酵させて、シーラを作り、肉や魚を保存するのに使ったり、水で薄めて飲んだりした。デザートとしては、蒸気のスキールにジャムを添えて食べるほか、ピョンヌキョクール、ブヨッフ,フルール、 ヨンムスニュザールといった他の伝統菓子がある。ちなみに水は正常で質の高い軟水で、食材の洗浄や煮込み料理にも気兼ねなく使うことができる。左の皿に、ハンギキョウとフリューツプンガル、リブラルピールサ、ブロズモール、ハウカール、スビズ。右の皿に、リュグブラウズとフラットブラウズ。生炎には多量のエネルギーが必要である。海水から再燃するには、 燃料が大量に必要となる。ありがとうございます。